はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。参加使った無課金攻略ね。今回はなんじゃらほい、お知らせでオロチ州ね、少年期が追加されましたんで、あ、1体か。しかもタップでデカプに1体ってなんかあんまりあれな感じがするけど、溜まった状態スタートで、うん、なんか ZZ のオロチ州にすごい似てますね。はい、ということで特攻はレートのパズルでダメージアップダウンで、あとおはじきのダークニャンにダメージアップということでね。はい、ダブル特攻で、しかもレベル、技レベル3で出てくるということでかなりいいね。はい、 1.2 パーいきましょう。ちょ、3赤使った無課金攻略なんで、3赤ね、10連ずつ30連回したいと思います。まあ今回でね、引っかかってくれたら嬉しいけど、最近追加でなんかあんまり良くないな。で、一応覚醒半蔵43回で5回だね、ダークにはね。なんか滅利子コインログインボーナスでもらえてって感じで、元気力ね、驚異の28個。28個すごいよね。ただ、さすがにもう落ちてない。売り切れたかな？はい、でもまあ19個ね、ドロップになってます。じゃあいきましょう。まあもう、できたらこのアカウントが一番元気ドリンクあるんで、このアカウントで特攻引きたいね。ただならぬ気配を感じます。さあ、ちょっと運落として、まあ、これはただのおまじないだけどね。さあ、いい感じに E ランク行ってこい。よいしょ。でも金3個。A ランク。もう B ランクとか C ランクなくなったんか。さあ行きましょう。金ポンポン、ラストマドモアゼルじゃなくて、なんだっけ。おお、まあ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 、これであとは次 ZZ とか復刻とかかな。どうなんだろうな。一応なんだっけ、この週これ一瞬数えきれない系で溜まった状態だよね。で、かつ復活のスキル、この週が足して2で割ったやつ、あ、でもこれボーナス玉か。でもこれが確か復活のあれだもんね。はい、溜まった状態スタートは誰と、なんかもう一個週いたっけ。はい、そんな感じですね。じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。一応特攻としてはさっきさらっと見えたけど、まあ今回ね、霊がいいんでね、衆がこっちも特攻で、おはじきでは、あ、大特攻だ、いいね。しかも伏竜と同じニョロロンだ。なんかほんと、キングダムの歓喜みたいな顔してるけどな。で、これは中特攻だ、霊についてはね。で、ダメージダウンも中、両方中だ。なるほどね。まあ ZZ だからなんかそんな感じだよね。はい、じゃあちょっと2番目いきましょう。ちょっとミッションは、あ、追加されましたね。なんで、なんか最近は ZZZ のあれも8体じゃなくなっちゃったもんね。まあ4体とダブルスキルねって感じですね。最大ダメージ8000なので、8万か。なのでまあダブルスキルはゲット、そんなに難しくないんじゃないかな。一発ね、溜まった状態スタートだし、はい、ぶち当てれるんじゃないかな、ゲットしたらね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、43回の5回で元気力少ないんだよね。16個ドロップなん、16個で9引いて7個ドロップですか。8個目9個目って感じ。はい、少しはマシになりましたね。9個ドロップですね。9個は交換とログインボーナスかな。はい、それで18個だ。9と19、28個、2赤でドロップだね。3赤で40超えたかな、これで。いきましょう。とにかく、
こういうねドロップしてないアカウントに限って特攻が引っかかるとかねあるんで、まあ、とりあえず運落として、おー完走だ。さあ行きましょう。シュウ引っかかってほしいな。ニョロロン弱いからな。今手持ちで一番強いのってなんだろうね。不思議不気味、ああなかなか難しいな。まあでも何でもいいからとにかく特攻を積み上げてね、特にあの草薙とかでもいいんでね積み上げたいね。ああ一応 A ランク以下ないんだな。さあラスト金ポン、おお SSS、 なぜか紙の衣をまとうとランクが低くなって弱くなるという謎のあれだけどね。はい、じゃあ残念、3番目のアカウントいきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これね48回もいってんだよね、謎にすごい。で5回の手元気ドリンクは21個か、9引いて13個ドロップかな、12個ドロップか。はい、じゃあ行きましょう。12個で13個14個、ということで19個9個、これで9で14個か、19個9個14個、28の14 42個42個ドロップか、まあ、まだな。今回50個ドロップは硬いですね。いつも持ちまくってるメインアカだけ落ちなかったという、なんかほんと気まぐれだよねさあ行きましょう。10連コインそういえばあるな。あ、ちょっとね運落として、まだ特攻がまるでゼロ、 C ランクか、まあいいや。さあ行こう。頼むぜ。今回ダメだ。まあこれで当たるのは虫がいいっちゃ虫がいいからあれだけど、まあいっか。 SS コマさん、お祭りコマさんか、微妙に、あれお祭りコマさんだよね、コマさん祭りだ。今回祭り用がいいのか。お、いいね。さあラスト金ポン、ああ久々の秘伝書3個か、まあ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 いいんじゃないでしょうか。はい、という感じで残念、ちょっと強キャラだったんで欲しかったっすけど、オロチシュウね、しかもレベル3で出現とかこういう時あんま来ねえんだよな。普通でいいんだけどなまあ復活スキルね結構技レベルも上げて、これ来たらねウィスパーがリストラだったんだけどな。はい、そんな感じで、まずいねこのままだと本当に。今回リュウタありがとうイベントになっちゃうね。はい、ただ元気のりかね、一応42個あるんで、はい、猫又もあんのか、くくり姫、そう徳川埋蔵とか半蔵が出てもね全然いいのに、 SSS すら吹雪姫が出たか、はい、あれなんで、まあいっか。はい、また頑張りましょう。一応22日明日まで、このアップは続いてて、8日までですね、この8日目まで続いて、あとはでも今回 Y ポイント割とくれて嬉しいな。残り6日間で復刻 ZZZZZZ 超アップじゃない出現率アップが来て、そんでラストチャンスか、ラストチャンス2日っぽいよな。7日目が火曜日だから、火水木金土、11日目が土曜日で12日目が日だから、ここでなんか多分特大特攻とか来るからって感じかね。そうするとどうなんですかね、復刻は、何ありますかね、ちょっと全部は持ってないのであれですけど、このアカウントね滅流しイベントの妖怪割と持ってる方で、はい、
何系の復刻になるのか、はい、ちょっと楽しみにね待ちたいと思います。まあ伏流イベントなんで伏流とオロチ系になるのかね。伏流のね ZZZ もあるっていうかここにいるね、はい、いるので、こいつが小特攻とかで復刻してくれるとできたらね、スキルも復刻してくれるといいのかなと思います。まあおそらくコラボとかだと小特攻になりやすいけど、まあでもこの伏流と小特攻で復刻なのかな。できたらね妖怪三国志みたいにパワーアップして復刻してくれると嬉しいけど、そんな感じにはなんないか。はい、でも前あれだよね、この白龍イベントあった時に別に龍神帝が別に復刻とかなかったからな。はい、まあ龍太とかでもね、この龍神龍太でもいいので、こっちのね合成龍太でもいいですけど、はい、なんか復刻ね来て、それが小特攻にでもなってくれたら嬉しいなという感じですね。と ZZZ 割とこのアカウントね、妖魔人じゃねえや持ってるので、こいつらが小特攻になってくれたら少しはいいかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。残念でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあしょうがない、はい、まだもうちょっと頑張ります。それではまたお会いしましょう。さよなら。元気ドリンク集めるか。